ディンゴフェンスの1位度29度付近にあるディンゴフェンス。フェンスの右はスタート自然公園で雨上がりのキャメロンコーナーから東に臨む。クーバーペディ周辺のディンゴフェンスの一部クーバーペディ SW イーグコーナーにあるディンゴフェンスディンゴフェンスまたはドッグフェンスはオーストラリアにて1880年代に建設され1885年に完成した。 外獣排除策で、リンゴから、肥沃な大陸南東部や、羊巻きの多いクイーンズランド州南部を守っている。世界的に見ても、非常に長い建築物の一つに数えられ、2016年現在、策としては、世界最長である。ダンビー付近のダーリンダウンズにある、ジンバールから5 6 1 4トル伸びており、ヌールバール平野の崖の上にある、 エイル半島の西にある数千キロメートルの乾燥した地域を通る。現在もリンゴは南部の州の一部で見つかっているものの排除は部分的に成功している。柵は捕食による羊の損失を減らすのに役立っているが、リンゴの子供が通過する1990年代のフェンスの穴とウサギやカンガルーとの牧草争いの増加が損失の主な要因として対等しつつある。 柵の 2500km にあたるクイーンズランド州に含まれる部分はグレートバリアフェンスまたはワイルドドッグバリアフェンス11としても知られている。柵はデパートメント・オブ・ナチュラル・リソーシズ・アンド・ウォーターによって管理されている。ワイルド・ドッグ・バリアフェンスのスタッフは23人で構成されており 300km ごとに区分けした各柵を週に1回巡査する2人のチームを含む 本部はクイルピートローマにある。クイーンズランド宗教フェンスはニューサウスウェールズ州との宗教沿いにシュトレーゼフ派砂漠まで394キロ西に伸びている。柵はクイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州、南オーストラリア州の3州の宗教が集まる点を通過する。ここでフェンスはニューサウスウェールズ州との国境に沿って 南に 257km 南に走っている南オーストラリア宗教フェンスと繋がる。その後、南オーストラリア州のドックフェンスと呼ばれる 2225km の区間と合流する。柵の構造は様々である。主に高さ 180cm のワイヤーメッシュで作られているが、南オーストラリアではマルチストランドを用いた電気柵を構成している区間も存在する。 両側のフェンスラインは明確に幅5メートルと定められている。柵で保護されているオーストラリアの羊や牛の牧場は驚くほど広大である。規模は様々だが一部の牧場は欧州の小国よりも大きい。柵が完成する以前は南オーストラリアの一つの牧場だけでリンゴの襲撃によって年間1万千頭以上の羊が失われた。 1991年のような最近においても、年に3000匹の羊を失う牧場が存在する。羊農家は、毒や銃を使って戦い、最終的には、世界最長の柵を建設した。毒への空中散布は、今日も行われている。リンゴフェンスの一部は、交互に取り付けられた赤と白の 86mm の、霊陰極系交換によって夜間に点灯する。 これらは日中に太陽光電池によって充電される、超寿命電池によって動く。生活道路と牧場の交差点では、門の仕組みによって車両が柵を通過できる。フェンスが幹線道路及び高速道路と交差する場所では、家畜脱出防止口が車両通過のために使われる。リンゴフェンスの一部、1952年。 クイーンズランド州にてオーストラリアにおける最も初期の外獣排除策は小さな農作物を有体類による捕食から保護するために作られた。1860年代、1870年代に導入されたウサギの群れはオーストラリア南部に急速に広まり、1884年までにはウサギの防護策が建設された。ウサギの締め出しに失敗した一方、豚、カンガルー、 エミュー、ブランビーの締め出しには成功し、多くの羊農家が設立されたため、リンゴ対策の防壁に対する関心が、高まり公的投資額が増え、柵は拡張された。1930年には、クイーンズランド州だけで、推定3万2 0 0 0トルの大リンゴ用の柵が、ウサギ用の柵の上に築かれた。1948年以前、リンゴバリアフェンススキームという構想は、 毎年のメンテナンスと修理が行われた州全体のプロジェクトとして達成されていなかった。しかし以後、防護壁による排除という方法からリンゴと野生の犬の交配種を完全に消滅させることへの挑戦が推し進められた。リンゴを殺素剤1080餌で中毒死させる方法はフェンスの維持よりはるかに安価な方法と考えられている。 毒の継続的な使用を条件に、以前の長さから、フェンスの 8000km 以上の短縮が行われた。オーストラリアのディンゴの分布図。黒線は、ディンゴフェンス柵の北西側のディンゴが存在する地域においては、カンガルーとエミューが少なく、ディンゴがそれらの個体群を減少させたことを示唆している。柵内のカンガルーの群れの大規模化はディンゴによる捕食が、 なかったことによるものとされ、牧草競争はディンゴによる捕食を許した場合よりも、羊の生存率を低下させることが示唆されている。アボリジニによって4600年から18300年前に、オーストラリアに導入されたと考えられている。オーストラリアの在来種、または導入種としてのディンゴの地位については、論争がある。アンスワの生態系科学センターのマイク・レッティニック。 博士によれば、オーストラリアの生態系の頂点に座するものとしての、ディンゴは、自然のバランスを維持する上で重要な役割を果たしており、再導入されたまたは既存のディンゴの数は、オーストラリアの2万平方キロメートルにおいて、生物を多様化させた。レッティニック博士は、ディンゴが駆除された地域において導入された赤狐や草食動物の豊富さを発見した一方、 小型の原生哺乳類や植物は失われた。2011年、スチュアートのリベラル MP は、リンゴに200ドルの賞金をかけた。フェンスは捕食者による羊の損失の減少に貢献している一方、リンゴの排除によりウサギ、カンガルー、エミューとの牧草競争を促進している一面もある。羊は増え続ける野犬によっても失われている。今日、荒野のラクダが、 フェンスのセクションを壊すという事態がオーストラリア南部で急速に増加している。また、フェンスをより大きく通電のものに再構築する計画が進行している。ありがとうございます。